こんにちは、B ボーイ純平ジョン純平です。純平ジョン純平です。お疲れ様です。この TV は、筋肉定食の5分で学べる、ブレイクダンス講座ということで、本日もご来店ありがとうございます。このチャンネルは、ブレイクダンス初心者の方、また改めて基礎を学び直したい方向けの動画となっております。30本見たら基礎完成です。はい。ということでね、本日も早速やってまいりたいと思います。でですね、トラックスというメニューを今日は提供していきたいと思います。で、このトラックス、まあ一般的にフロアトラックスとも呼ばれるもので、まあ寝そべった状態から、チェアを差しに行く動き、まあその流れのことですかね、をトラックスっていうふうに呼んでます。で、まぁ、ちょっと自分もディグったんですけど、なんでトラックスなのかっていうと、まぁ、自動車とか、貨物列車とかが、こう、通った後とか、まぁ、トラックとかっていうじゃないですか。そういうトラックス、そういうトラックの複数形がトラックス。ということで、わかりませんので、トラックスと呼ばれるゆえん、わかる方、コメントください。はい。で、この技、ちょっと、まあ、難しい、若干やっぱり難しいと思うので、まあ、気合い入れてやっていきましょう。はい。まずはですね、トラックス、見せていきたいと思います。こんな技です。早速やり方を説明していきます。で、まず、床に寝そぼります。寝そぼりましたら、僕はちなみに右軸です。寝そぼって、右足を立てます。軸足を立てて、この状態を作る。まずはこの状態を作ったら、次は右足で床を蹴る。押す。蹴るというか押す。で、これと同時に左足を上げる。こうやって。超えます。で、これを、もうちょっと思いっきり蹴って肩とか、まあ、頭のとこにここら辺を浮かせて体重を持っていけるようにここまで浮かせます。頭だけになるようにここまでやって、今度は頭だけに乗ったら上半身をひねる。ひねってチェアを差しに行くっていう流れになるんですけど、こういう感じ。蹴って押して乗せてひねる。でチェアを差す。こういう感じです。で、もちろんこれはチェアができてないと厳しいと思うので、チェアをできてない人はチェック、押して頭に乗せてひねってチェアを刺す。はい。続きましてポイントを説明していきます。はい。で、ポイントが、まずは、まあもちろんチェアができること、このチェアで構いません。これができること。で、トラックスのポイントとしては、まず一つ目、体を固める。なんか体がふにゃふにゃだともうなんか全然こうできないので、体幹を入れるっていうのが大事です。がっちり固定する。もう力をグッて入れて固定することが大事です。はい。で、二つ目、いきなりひねるんじゃなくて、上半身ひねるって言ったんですけど、いきなりこうひねるんじゃなくて、しっかり頭に乗せてからひねる。どういうことかというと、いきなりひねると、こうです。なんですけど、しっかりこれ丁寧にやることが大事なんで、乗せてからひねる。乗せてひねる。OK ですか？いきなりひねるんじゃなくて、乗せて、こうね、ひねる。です。はい。次に、このひねるときなんですけど、上半身は確かにひねるんですけど、下半身は、なんかこう左足をキープしてて超えるイメージ。この足はずっと落とさずに
これをこう、こういうイメージ、これは落とさない、左足を落とさないことが大事です。はい、で、次に上半身、あ、ひねって、ひねったらここで止まるんじゃなくて、あっちを向くまでひねりきる。下までだとここで止まっちゃうんですよ。じゃなくてもっとあっち向きまで、だから270度ですかね、この状態から270度回転あっちまで。はい、であとは、自信俺はできるぞっていう自信が大事です。君ならできる。はい、ではね、恒例の8-8トレーニングやってきたと思います。で、やり方なんですけれども、8-8で1-8で1回なので計8回でやっていきます。で、最初の4回は、チェアがこれとかこれとか、足を床について構いません。後半4回は頑張って浮かせましょう。はい、で、カウント的にはワン、ツー、スリー、フォー、まあ、ファイブ、シックスぐらいで、この形を用意します。ファイブ、シックスで、セブンで蹴って、エイトでちゃう。セブン、エイト。オッケーです。はい、やっていきましょう。結構きつかったんじゃないでしょうか。というか、かなりきつかったんじゃないですかね。これなかなか、まあ、曲もそれなりに早いですしね。まあ、できたら結構、基礎力高いと思います。で、この動きは、めちゃくちゃ、大事です。めちゃくちゃ、大事です。はい。もうこれ大事すぎて、もう途中声出なくなって2回言いましたね。はい。いろんな動きにこれってめちゃくちゃ繋がってくるんですよ。なんとかトラックスっていう技って結構いろいろあって、まあ、今のがトラックス、フロアトラックスっていう技だったり、あとはパワームーブの技で A トラックスって技だったり、あとはエアートラックスっていう技だったり、この体の使い方っていうのは本当にバケモン大事なので、マジでマスターして、すれば、超かっこいい B-boy になれますんで、とはいえベーシックなので、まず間違いなく100発100中で決められるぐらいの基礎力はついたら最強だと思います。はい。で、そうですね。今日はこれぐらいで、短めのね、動画で終われるように頑張りたいと思いましたので、ダルシェ、まあ、はい。お疲れ様でした。あざした。また来てください。